ついていきます。スメイルに到着したからには、目指すはスメイルシティだな。なんとかして、クラクサナリデビに会う方法を探さないと。そういえば、クラクサナリデビについて、あまり有用な話は聞けなかったけど、お前から妹さんを奪った神だとは思えないんだよな。でも、スメイルは知恵の国って呼ばれてるくらいだし、その知恵の神に会えたら、きっと価値のある情報が手に入るよな。よし、じゃあまずはスメイルシティへはどっちに行けばいいか確認しないと。スメイルシティは見えなかったとしても、あ、ちょっと待った、ひひ道を探す手間が省けたぜ。こんにちは、オイラたち外国から来た旅人なんだ。あれ、聞こえなかったか、うん、おーい、そこの人、悪いけど道を聞いてもいいか。どういうことだ。オイラたちが呼んでるのは絶対聞こえたはずだよな。ふん、まあ、そっけない態度だったけど、遠くからあいつ刺したら、また他の人に。ほら、バレないように、こっそり追いかけようぜ。あれ、あそこの小さな滝のとこ。うい、この洞窟は村に、見ろ、あそこに。
に座ったぞ。どうする？もう一回あいつに聞く。そうだな。せっかく出会った通行人。あの航路から出てるやつだな。質素な住まいだけど。お前どうしたんだ？急に顔色。え？香りでそんなに気分が悪くなったのか？大丈夫なのか？焦らないでくれ。師匠は物知りだから。師匠が大丈夫と言ったらきっと大丈夫だ。これ。あ、起きたか？あ、よかった。やっと目を覚ましてくれた。ここは、その。お前が気を失ったんで、動転しすぎて、ここがどこなのか聞く。ここは、ガンダルバー村。最初はスメールの学者の一時的な休憩所だったんだけど、こんにちは。私はコレイ。見習いレンジャーなんだ。今日師匠と見回りをした時、気を失ったお前を見つけて、ここに連れてきた。いやいや、私は何もしてないよ。ところで、具合は大丈夫か？どこか痛いところとかないか？それは、師匠が調合してくれた。あ、そうだ！お前の目がさ、うわ！コレイ、どうした？薬草を取りに来たの？言っただろ、触れるなって。ごめんなさい。アビディアの森、食用キノコ図鑑は告知板に貼ってあるけど、ファーボッドがまた忘れちゃうって言うなら別のところ、彼の頭にでも貼って他の人にリマインドしてもらうしか。本当に今月だけでもう2回もお腹を壊したんですよ。まあ、もし彼が虹色の小人を目の前で踊らせるのが好きなんだったら、今言ったことは忘れていいよ。けど、今度またこういうことがあったら、モラを出し。どう？元気になった？これが、私の師匠。レンジャー長のティナリさんだよ。ガンダルバー村にいるレンジャー全員のリーダーでもあるんだ。もうパイモンには君が意識を失った理由を説明したけど、君も目覚めたことだし、スメールの学派には学者が森で修行しないといけない決まりのところがあってね。パラハームって植物のお香を使って心を安定させて、
瞑想状態に入るんだ。君たちは道を尋ねるために学者のハイパシアが隠居している洞窟に近づいた。その時、洞窟の中でその香は大半の人には影響がないんだけど、ごく一部の人の精神を失速か。よかった。次は僕の質問に答えてほしいんだけど、倒れた後はどんな感覚だった？例えば、自我はちゃんと保…なるほど。これ、とりあえずパトロール日誌をここ…え、どうして？もうしばらく、彼らには僕の部屋に泊まってもらう。僕は…あ、はい、行ってくる。ちょっと待った！どういうことだ？ああ、説明するよ。薬草スープをもう一回飲んでもらえれば治ると思ってたんだけど。経過観察？落ち着いて。君が状況を見極められる人なら、さっきの君の話によると、お香のせいで君は強烈な幻覚を見てしまった。それでも深刻と思えないなら、これ、おい、大丈夫？倒れた時の感覚と似てるだろ？今はちゃんと意識があるかもしれないけど、ここで君を放っておいたら、それに、ここには多くの猛獣が潜んでるし、しばらくは毎日時間通りに薬を飲んで。この匂いをもうちょっと休んでおきなよ。薬草スープを作り直してあげる。はぁ、なんてこった。早くクラクサナリデビに会いたいって気持ちは、オイラにもわかるけど、今のお前はって、おい！オイラの話を聞いてるのか？オイラ、心配し、変？お前の体のことか？ああ、お前が見てた木の根と赤い空のことか？でも、あれが幻覚じゃなかったら、なん？お前の体質は今、あいつはお前の病状を勘違いしてるってことだけど、お前の体がどんどん悪くなったりし、え？じゃあ、ティナリは、お前が見たやつが幻覚じゃないって分かってて、わざとオイラたちをごまかそう。なるほど。だったら、ここで静かに休んで体を回復しても、直接ティナリに聞くのはダメっぽいよな。おぉ、コレイはオイラたちに親切だし。朝だぜ。次は右。うん、でも気をつけた方がいい。うん、わかった。ところで師匠、今日は遠いからついてこなくてもいいよ。それに、私もか。そんなこと言うなよ。君たち来たの？体の調子はどう？そうそう、ここに残るって決めたから。君たちって暇に耐えられないタイプなの？ま、もし体力に自信があるなら、七天神。ティナリさん、俺たちは準備できたよ。すぐ行く。僕たちは先に森に入るから。うん、これいい。今日は何をするんだ？さっきティナリは七天神像の掃除。うん、実はレンジャーがやることの範囲、道路状況の確認や森林施設の整備、火災予防に、タッチ匠はウリンにある危険、とりあえず道の街灯を確認しながら。ファイモ、旅人、こっちだ。私が街灯を確認するから、近くに異常がないかどうか見てくれるか？この二つの明かりは問題なし。さ、前に進もう。これ、ちょっとぐらついてるな。メモしておこう。よし、
この明かりも大丈夫。七天神像はあの巨大な岩の上だ。ちょっと高いよな。登るのがきつかったら無理しなくていいよ。そうか、じゃあ任せる。オイラも一緒に行くぜ。高い場所を触る。ところでこれいい、送信ってどんな神なの？それってマハルカデバータのこと？それともクラクサナリデビ？え、マハルカデバータ？あ、もしかして。そうだよ、マハルカデバータはスメールの初代送信様だ。彼女がウリンを作り、砂漠の防砂壁をスメール人にとって、彼女は知恵と博愛、全能の象徴だよ。でも彼女は何百年か前の、その後賢者たちが新しい創始様を見つけて彼女をスメールに迎え入れたんだって師匠からは聞いた。神が再び降臨したことを祝って、賢者たちは彼女をクラクサナリデビと呼んで、スラサタンナ聖書に住まわせ。うんうん、それで？それから。え、お前も知らん？いや、私はスメール人なんだけど。オイラたちは赤の他人だし話。いやいや違うんだ、隠すつもりはないよ。それにお前たちは私にとって赤の他人なんかじゃない。そのお前たちもアンバーのことは知ってるだろ？おい、それってまさか。そう、そのアンバーだ。以前モンドにしばらくとどまってたことがあるんだ。その頃アンバーは本当にすごいよ。日々の暮らしへの愛に満ちていて正義感が強いんだ。行動力はもちろん思いやりにも溢れていて、いつも人のため。私から言わせれば彼女ほど偵察騎士に適任な人はいないよ。だってモンドに足を踏み入れるほとんどの人は最初に。ああ、うーん、偵察騎士の仕事はそれじゃないだろうっていつも思ってたけど。ごめん、変なこと言っちゃって。ひひ、気にするなよ。お前がアンバーの友達だって分かってなんだか親近感が湧いたぜ。でもなんでオイラたちが実はスメールに帰った後も手紙にはモンド城が飛竜に襲われた時、金髪の旅人と空飛ぶ仲間がその危機からモンドを救ってくれたから、昨日はお前たちを見た瞬間すぐに分かったんだ。そうだったのか。だから安心してくれよ。送信様のことももっと教えてあげたいところなんだけど、長い間。大丈夫だ、さっき教えてくれた情報はすごく価値のあったものだったぞ。少しでも役に立ててよかった。でもそうだったのか、教えてくれて。そうかしこまるなよ、オイラたち。よし、それじゃ。うん、よろしくな。私はそこの。今までよく見てなかったけど、この神様小柄だぞ。これはマハルカデバータなのか。うん、そうかもな。まあいっか。さあ、心臓をきれいにしようぜ。心臓もきれいになったし、降りてコレイと合流しようぜ。
疲れ様。登ったり降りたり大変だっただろう。やったー、どんな美味しいもの。いいじゃないか、コレイはもう知らないやつじゃないんだし。それに今日はレンジャーがよく食べるピタっていう携帯食を持って。うわ、やばい、落ちちゃったぞ。平気平気、油脂で何重にも包んであるから中のピタは汚れたりしてないはずだ。はあ、焦ったぜ。これうまいぞ。うん、これって料理の腕がいいんだな。油脂で包んであってよかったぜ。じゃないとオイラは心が痛むあまり眠れなくなるところだった。それは大げさだろ。でもそんなに気に入ってくれたんなら今度レシピを書き写してやるよ。ありがとな、コレイ。お前みたいに真面目なやつでもうっかりしちゃうことがあるんだな。まあちょっとな。でもきなりは厳しすぎるんじゃないのか。物にも触れさせてくれないなんて。オイラだって飛んでるときたまに机の上にあるものを倒しちゃうけど。いや、そうじゃないんだ。お前たちも師匠と長く付き合えば本当はいい人。師匠はある古くて神秘的な一族の手だって。先輩、そうだ、氷霊院って聞いたことないか。とにかく師匠は植物に詳しいだろ。それで、でも師匠はスメールシティは騒がしくて耳に悪いって理由で断ったんだ。だろ。でもその手紙を読んだ賢者様は氷霊院にだって行けたはずなのに、師匠はレンジャー長を選んだ。毎日森の住民を助けたり部下たちにいろんな知識を授けたりしてきたんだ。ピタの作り方だって師匠に教えてもらった。本当か。そういえば昨日気を失ったお前を。けどやっぱりあいつのことはちょっと。ああ、ごめん、それは師匠が悪かったかも。あの時パイモンが。どうしよう、こいつ死ぬのか。おい、お前、お前らが。おい、なんでこれまで。うわー、ムカつく。ふん、お前たちの頭を鳥の巣にしてやるぜ。私に触んだ。コレイ、その、ごめん。私は、今。コレイ、どうしたんだ？大丈夫？うん、平気だ。そうだ、そろそろいい時間だし。今のは、何だったんだ？コレイ、大丈夫かな？旅人さん、君。こんばんは。コレイを見かけなかったか？コレイなら、さっき。そっか。一晩中考えてみたけど
コレイがどうしてああなったのかオイラやっぱりわからない。君たちか、ちょうど探しに行こ。あれ、ティナリがなんでここにいるんだ。コレイの様子を見に来たんだ。病気？まさか。心配しなくていい。おちびちゃんがここまで深刻な事態を、まあ実を言えば確かに君たちが無理もない。何しろティナリ、コレイは一体。場所を変えようか。彼女は薬を飲んで寝たばかりだから。もう気分は良くなったかな。コレイのとこ、さっきの話の続きをしよう。実は君がいわゆるモンドの栄誉騎士だってことはさっき、でも先に言っておくけど、コレイに関することをコレイに頼まれたから。正直言うとコレイの過去を君たちに教えるのには、コレイ曰く君たちが友達として誠実にす。いきなり、コレイは何の病気に。そうだ、コレイはまだ小さい頃にマリン病。これはスメール特有の疾患でね、患者の体に灰色、最初は皮膚が変化した部分に少ししびれを感じる程度なんだけど、症状が進行すると手足の指、そしてだんだん患者は自分の体を制御できなくなり。それ結構怖くな。待った、まさかこの間コレイがうっかりしたのも。うん、マリン病の影響だよ。だからコレイにはなるべく物を持たせず、自分を傷、適切な治療方法を取れば病気の進行を効果的に抑制することはできるよ。でも残念だけどマリン病を完治させる方法はまだない。だけど昔コレイの母親にマリン病を根治できる方法があるって嘘をついて、コレイをファデュイって組織に引き渡した人物がいた。何？ファデュイを知ってるんだね。とにかくコレイを僕に預けた人が言うには、彼女はファトゥスの博士という人のところに送られたそうだ。そいつがどんな治療方法を取ったのかは知らないけど、彼女のマリン病はその時確かに抑えられて、だけどファデュイのところで過ごした日々は、彼女は強い、ずっと楽観的に振る舞ってるけど、いまだに。コレイはずっとたくさんの。そうだパイモン、コレイからの伝言がある。コレイは何にも悪いことしてん。うん、その言葉は次コレイに。彼女は自分には友情を得る資格がないって思い。おう、ティナリ任せてくれ。まあひどくはないよ。今回倒れたのはここ。でもコレイがガンダルバー村に来た当初は確かに今よりずっとマシだった。あの時彼女はレンジャーの仕事に興味津々でさ、でも最近は体力がかなり落ちてきてる。さあ、これでコレイの状況はもう全部説明したよ。連れて行ってくれ、ディナリ。まあいっか。だけどウリンは危険だし、旅人も療養中な。ああ、じゃあ行こう。取りに行くのはサウマラタハスって植物だ。ディナリ、その植物はどこに生えてるんだ。サウマラタハスはウリンに点在してる。ガンダルバー村の近くでもよく見かけるよ。名前からすると水のあるところで探した方が良さそうだな。うん、サウマラタハスは水生植物だからね。水面に浮かぶ大きな青い花みたいで結構目立つんだよ。でも実は花びらみたいに見えてるのは葉っぱと萼で、花はその真ん中にある
すごく小さなやつなんだ。あとスメールの植物は名前だけじゃ判断できないものが多い。例えばカルパラタカスはつる植物だし、スメールローズもバラじゃないんだ。サウマラタハスはこの近くに生えてるはず。君たちはよ十分な薬草。どれどれ、君たちの豊富な野外探索経験。おい、ティナリさん。ティナリ、誰かがお前を呼んで。うん、知り合いのアミルたちだ。みんな行ってみようか。まさかここで会えるとは。ガンダルバー村に帰ってティナリ。何かあったの？ついさっきシーキを見つけ。シーキ？君たちのルートは具体的な場所。すぐ先にある谷の奥だ。今回出現した半径は？すまない、今日はチームに神の目を持ってる人がいなかったし。うん、その判断は正しい。待てよティナリ、なんで。ああ、スメールに来たばかりじゃ。スメールの雨林では今一部エリアに独特な異変が起きてる。地域は植物を枯らすだけ。そういうことなんだ。神の目を持つ者、つまり元素力を操れ。そう、だから俺たちみたいな一般レンジャーはただ地域を見つけ、何しろ地域の内部に足を踏み入れ。でも安心しろ、こいつは確かに。それにオイラたち。へえ、ってことは他のレンジャーにもあったのかな。じゃあ一緒に来てよ。次よっ。この前も見たけど。旅人、ここからは地域の内部に進むよ。でもこれだけは覚えておいて、無理は。さあ行こう。まずは地域を維持してる枝を探そう。
よくできました。すべての枝が処理できたから、これで地域の腫瘍を処理できるよ。君が助けてくれたおかげでこんなに…ティナリー、そう言ってるけどなんだか冴えない顔だな。え、そんなに若…最近地域の出現頻度がますます増えてきてさ、僕の仕事が増えただけならまだ良かったんだけど、地域は…例えばさっきはこのエリアを正常に戻したけど、実際植物の数がかなり減ってる。この変化は、それに地域の状況が深刻になり始めたことで、コレイのマリン病も、具体的な原因はまだ突き止めてない。でも数日前、強霊院、僕の知る限りないな。地域は数千年もの間スメールに、そ、世界樹を知ってる？世界樹は僕たちが踏みしめているこの大地の奥深くにある。生物学的な意味の木じゃないけどね。地脈は知ってるだろ？あれは世界樹の根みたいなもので、地下を縦横に走り、深くて広大な空洞から。地脈はこの世界の記憶を吸収し続け、世界樹には古代から現代に至る、創神が知恵の神と呼ばれるのも、彼女の意識が世界樹とつながっているからだ。そし、実は地域が現れるのは世界樹が病気になったからなんだ。うん。遠い昔、僕の先祖はマハールッカ・デバータ様の眷属からこのことを聞いた。けどその神秘的な精霊たちも、僕たちレンジャーはおそらく長い間地域に立ち向かわないといけないだろう。さ、話はこのくらいにしておこう。もうやることも済ませたし、ガンダルバー村に戻ろう。ティナリさん、お帰り。お疲れ様。君たちがこの前見つけた地域はもう片…ん？それは…まずい！ハイパシアだ！ティナリ！いきなり駆け出してどうしたんだ？この迷彩鳥は、ハイパシアの緊急メッセージを届ける鳥なんだ。手紙を読んでみるよ。急に変な顔してどうしたんだ？説明するよ。あの日、ハイパシアのところか、そして彼女が目を覚ましたとき、つまりさっき。ずっとあそこに座ってたのか？こんなことが前にもあったからに決まってる。前回は5本の線だ。ハイパシアはそれほどひどい状況じゃないはずだ。僕の非常食を代わりに持って行ってあげてく。オイラたちがか？でもハイパ…これを嗅いでみて。どう？感じは。俺、もう大丈夫？ティナリ、なんでこいつが治った？地域の片付けを手伝ってくれた時、彼は草元素の能力を、君たちに世界樹の根についての話をした時、君はそれが
幻覚という…そう、あれは幻覚じゃない。なぜなら君が見えるものはスメール。僕の先祖はマハールッカ・デバータ様から大いなる恩恵を受けた。僕たちは彼女と共にこの国を守ると誓ったんだ。だから僕は…でも君の行動は尊敬に値するものだった。実はあの時君の意識は世界樹とつながって…まあ詳しくはハイパシアに聞いた方がいいよ。瞑想もパラハームも君と同じこと…けど本当に答えてくれるのか。それは特殊な状態だったからだよ。修行中はなるべく他の人…ここでちょっと待ってて。ハイパシアへの弁当。この封筒は僕がハイパシアに書いた手紙だ。これを彼女に渡…いいんだ、こちらこそ。状態じゃ…また急に外が暗くなった。次の仕事は…あれ、洞窟の外がどうしてこんなことになっちゃってるんだ。一体何が起こって、オイラたちはどこ…うん、そうだよ。
次の仕事は？次の仕事は？あれ、どうしたんだ？周りの景色が突然変わったのか？次の仕事は？ついていきます。ほの仕事は、
きます。瑠璃のように落ちなさい。全力攻撃。踊ろう。行け。手加減なしだぜ。さあ振り締まれよ。部内者禁止。はい。ご覧の波は全然勝てない。なんでだ。これまでこいつらとは散々戦ってきたのに。旅人よ、これまで数えきれないほどの危機を乗り越えてきたとしても、いずれ運は尽き、己の無力と弱さを思い知るがいい。妹姫様はとうにお前を捨てた。お前の存在は姫様にとって目障りなのだ。お前の探す家族の絆などもはやそんだが、もう悩む必要は。どうしよう。外にもハイパシア。あ、ここにいた。あ、まあ、よかった。まだ意識があるんだな。わあ、おま、無理もないな。でも。あれ、
物がたくさんある。ロマとディナリかしら。アイボシア、落ち着いてくれ。ティナリに頼まれてお前に食べ物を。あ、なるほど、あなたたちはティナリのお友達だったのですね。いいところに助けに来てくださってありがとうございます。いや、この果物たちはオイラたちじゃ。それでオイラたち不思議に思ってたんだぜ。周りにこれほど食べ物があって口元には果汁もついてるのに、一体どうやって。あら、あ、わかりました。ということはきっと私の隣人が来て。隣人？ここには他の人も住んでるのか。もしかしてあなたもご覧になれるんですの？あらなら。オイラたちが前見たあの奇妙な生き物。でも旅人さんは嘘をついてないと思いますよ。私も同じように人見知りの隣人を驚かせた。安心なさって、彼らは悪意など持ちません。あなたに夢を。ハイパシア、お前。私も彼らの名前を知りません。ただ分かっているのは彼らが。なぜなら私が初めて彼らを見た時、それはちょうど私の意識が世界樹とつながった日だったので。瞑想から目を覚ましたあの時、私は流れ込んできた知識のせいで頭がくる。そして突然洞窟の入り口に小さな姿。私は好奇心でそちらへ歩み寄りました。きっと彼は私が近くで動き回る。私がひざまずいて彼を見ていると、彼はふと私には彼が見えていると。それで？そして私は夢を見。もう二度と現れないと思いましたけど、数日後には感じるのです。彼は前よりも私を恐れなくなったと。でもまさか。ええ、そうですわね。すみません、果汁を。ティナリが用意してくれた弁当は落としちゃったし、ハイパシアに何かいいものを作っ。そうだな、鶏肉のスイート。わあ、食べたことのない外国の料理ですわ。楽しみです。実はよっ、燃えろ。よし、出発だ。もう出来上がったのですか？私料理が苦手で。ティナリからの手紙にもありましたし、
ご自身でも語っておられましたが、私は確か3年ほどかかったかしら。これができないまま一生を終える学者もいるんです。それでなんでこのお香は。パラハームの主な原料はマハールッカデバータが創造した植物ですから、創神様の力に対する私たちの認識を刺激してくれるのですわ。創神様の力の根源は世界樹です。つまり私たちは彼女の力。大丈夫ですわ、スメールにしばらくいらっしゃれば。わかった。でもこいつは長い間。それは彼の特殊体質によるものでしょう。お香によって創神様の力に対する感知が過剰に刺激され、それでパラハームの成分に似た香料の匂いを嗅ぐと。でも心配はありません。まだ創神様の力に敏感かもしれませんが、特定の瞑想をしない限りパラハームがあなた、はあ、正直に言うとあなたの感知能力が本当に羨ましいわ。たとえ一生動機や。おお、そんなにこのことに夢中なのか。仕方ありませんわ。私は強霊院メイロン派のものです。主に星空と地上運命の関連性ですので、私は全知の節けれど、私の感知能力には限界があり、世界樹を見つけられないこともありますし、私の今の修行段階はサティアワダライフと呼ばれています。スメールの多くの学者は世界樹には神の知識が秘められており、能力のないままに触れれば心がそれに。ですから自分の精神を安定させるため、また他の人を巻き込まないように。世界樹から知識を得るのってそんなに危険なことなのか。怖いに決まっておりますわ。特に月明かりもなく虫の鳴き声も。でも最近は近くに小さな隣人が住んでいると知りましたから、彼らが見えるようになったのもき知恵の神の使者なのに、人に夢を見せる力がある。なんでだ、この不思議。だってスメール人はほとんど夢を見ないんですもの。おえ、ええ、スメールで夢を見るのは子供だけ。大人賢者によれば知恵はすなわち理性けれど、夢で見たものは理性に欠けて一貫性がないぞ。そうですな、夢の中で人は常に自身の。賢者の考えではスメール人は夢を見ません。なぜなら知恵の神であるマハールッカデバ。私はスメールの学者の家に生まれました。幼い頃から両親は私は一生懸命勉強して教霊院の生徒になり、けれどあの日私が驚かせ。夢の内容は忘れてしまいましたけれど、突然子供時代に戻ったかのようで、子供時代の私は本当に無知でしたけれど、恐れることは何もなかった。あ、今後もしスメールシティに行くならこんな変な話を他の人に。わかったぜ。ところで申し訳ないけど今のところ思いつきませんわ。世界が今のサティアワダライフの段階を突破してパリプーナライフにたどり、もし今後ここを通りかかるときは私に会いに来てください。礼などいいのです。あなたたちは私の命の恩人ですから。ハイパシアの安全も確認できたし、知りたいことも聞けたし。ティナリ、その断り方は肝心な点を避けてると思わないか。地域を片付けるのがレンジャー長であるお前の仕事だってことはわかるさ。でもそれじゃ根本的な。カジェ様はお前がスメールシティでできることは世界樹が治るかどうかに直結してるとおっしゃってるんだ。気性の荒いやつだね。
こいつの言い分を聞こうじゃないの。カジェ様直々にいらっしゃったというのに、僕はただのしがないレンジャー長で、カジェ様のようなチロン派の。この前お前さんが手紙で自分の恩師を拒絶して正論派の賢者で。なるほど。先生の性格なら自ら来て僕を。ティナリ、お前さんの恩師もこのプロジェクトに参加した。カジェ様、先生は僕。スメールシティに行けばわかるだろう。何日かかる？まだわからん。つまりカジェ様直々にガンダルバー村までいらっしゃったにもかかわらず、前に手紙で先生に尋ねた全ての質問。もしそうなら恐縮では。ティナリ、お前。もういいよ、行くとしよう。別に、教練員の人は僕に、スメールシティ。ところでハイパシアの方はうまく。ああ、少し紆余曲折はあったけど。ならよかった。体も回復したんだから、君たちをガンダルバ。ああ、クラクサナリデビに会って聞きたいことがあるんだ。申し訳ないけど。それじゃあスメールシティに着いたら彼女のことを誰に聞けば。そうだな、スメールシティにいた時間は長くないから。こうしよう、紹介状を書いてあげる。僕の知り合いの正論派研究員に聞くといいよ。それに君たちがスメールシティに入るとき、あるものがもらえるはず。アーカーシャ端末ってやつだよ。教練員がマハールッカ・デバーダ様が残した遺産を利用して作ったツールでね。使い方は教練員の人が教えてくれるから、僕は出しゃばら。よし、それじゃあ準備してスメールシティに。その通り。ティナリ、コレイにはまだ大事な話があるんだ。うん、よくなったよ。長い間横になってたから。君たちがもうすぐ行っちゃうから。ありがとう、ティナリ。うん、じゃあね。よし、出発だ。ふん。あ、戻ってきたんだな。う、いや、今は。これいい、ここで待っててくれてありがとうな、オイラたち。うん、安心して。しっかり体を休めて病気を治してみせるから。それとごめんな、最初病気のことを教えられなくて。お前たちには同情されたくなかった。でも友達にはやっぱり真心で向き合うの。これいい、謝る必要なんかないんだ。むしろオイラたちが礼を言うべきなくらいだ。お前の体が心配なのはもちろんだけど。うん、ありがとう。あ、そうだ、これをあげるよ。なんだこれ。ピタのレシピだよ。この前書き写してあげるって言っただろ。字はあんまり綺麗じゃ。うわー、やったー。これでこれからはあの美味しいやつをいつ食べる時はガンダルバー村での楽しい時間を思い出してくれたらいいな。それじゃ、見習いレンジャーコレイ、二人の旅が順調であることを祈る。またガンダルバー村に遊びに来てくれよ。